はい、こんにちは、ショウタです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。昨日とまだ同じ構築なんですけど、頑張ってやっていきます。で、ドラパル、いやー、カバカビゴンっていんのがだるすぎるなー。でなるとこっちも受け回したいけど、トゲキラキヌオ、ドラパがきついんだよなこの戦術やると。ヤドランは結構いらないから、でラッキーは持ってっていいな。ヒトムとトゲキ見入れてって感じでしょ。だからトゲキ、ラッキーでドラパとゴリランダに強い駒が欲しいやとそんな都合いい駒存在しないんだよな。だこっちもうまく殴り合いをして勝ってきたい感じはあるんだけど、ただカバルドンが結局重いんだよね割と。ミミッキューで崩す感じもありか。ただカビゴンがだるいな、どこまで行ってもドンチないから、ってなるとまあドラパルトが対面強いし、ドラパルトかでっていう。トゲキから入ろう。カバから来んじゃない。ドラパルトラッキーできますか。まあちょっと対面的な感じでうまくやっていきたいけど、逆にラッキーでステロさえ負けてしまえば、割と強い形に持っていけるんじゃないかな。カビゴンから来る、どうぞ。これあんま嬉しくないやつなんだけど、身代わりから技見たいな。まずあくびとか押してくれると美味しいんだけど、あくび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 、ガンプオッケー、カースでかよっしゃ。それならたくんじゃっていいや。ここ崩しに行こう眼風外しありがてえ。世界一優しいじゃん眼風。耐えねえよなさすがに。はいはいはい。ただいや、カビゴン突破できたらこっちのドラパルトがありえん通るから、ここは突っ込んで削りに行っちゃった方がいいと思う、カビゴンを。いやー、眼風持たせてんの偉いな。あ、クソいいダメージ入るじゃん。ガンプー。ああ、まあダメージはそんなもんか。カビゴンがでもありえん遅いから、エアスラ連打してけば、交代際に全部刺さっていくでしょ？たんでるエアスラだから結構強くて。ひるめ！よし。木の実でもない。トギキス強っ。ポケモンじゃん。まあ、ヤスラ連打でいいや。え、カビゴン取らせてくれた。やった、ドラパルト通るんだけど、これで。たくんでるトゲキスだけど、まあ、裏から出てくる駒次第では、ここ無理やり台増して、S を上げつつ突っ込んでもいいな。相手もトゲキか。はいはいはい。だからここね、無理やりダイマックスがあるんだよな、こっちも。ただ、残してドラパで大フォローの通りがバカ強いから、ここ相手ダイマせざるを得ないでしょ。ラッキー引きでいいんだけど。ダイマでしょ？そうだよね。じゃないと、お互い台増してやっと打ち合いどうかみたいな話だから。いやー、突っ込んでもよかったかな、こっちだけ、C が2段階上がってるわけだから。で、相手、ジェットで突っ込んで、まあでも常に上から行かれるから、多分、ウォールで枯らされた後に。てか、ウォールじゃない？なんなら。じゃなかったけど。OK、でもこのジェットは、一番楽なやつで。火力あるな、吸収でしょ、それ。弾。
九州じゃない、クソ入ったんだけど、うーん、どうしようかな。まあステロマックの方が強い気もする。ステロマいとこ、引き OK、 引きに合わせてステロ負ければ十分で、ダイマも使わせてるから OK。 ゴリラならこっち裏の一環で勝てる。ナイスすぎだねこれ。ステルスロック、んーで、ラッキーはもう捨てていいかな、このノリだと。んー、どっちがいいかな、歌うか投げるか。タスキ考えるんだったら投げてもいい。だ、そもそも耐えない説はある。歌ってもいいけど、歌った場合、まあゴリランダは絶対突っ込んでくる場面だから、まあ投げとくのでいいか。ドラーター、耐えたりしないワンちゃん。あははは、ラッキーいいな。まあゴーストタイプに無力すぎるっていうのがちょっと悲しいとこではあるけど、いやゴリランダどうせ最速じゃないでしょ。ここも投げで捨てていいや。ドラマアタック、最速で使ってる人ほとんど見ないんだけど、最速じゃないよねおそらく。うん、でトゲキ投げてダイマックス切って、で残った方ドラパで締めれば勝ちかな。まあこのダイジェットで潰しきれなくても、ジェットで一応こっちトゲキス最速取ってるから、ゴリランダが純速なんだったらこっちの方が早い。で S 結構削っ、 OK、 GG。 じゃあもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これどうしようかな。ドラパルト出す、いやー、ミミックのがいいか。で、ウーラオスもだるかったりするけど、ミミッキーは基本的に通せて、裏にラッキーを置けば、割と楽にいけんじゃない？ミミッキーラッキーアット1。まあ、初手で暴れれる駒か、ダイマックスを切らなくても強いみたいな。まあ、トゲキッスが該当するかな、それに。ルカリオ重くなるな、そうすると。ヤドランを投げる。いやー。ウラオス悪だったら全部終わるんだけど、そもそもこれにヤドランがそんなに強くは見えないよな。うん、トゲキッスから入ってラッキーミミッキュ、ウラオスから来る。どっち？水か、最悪。うわー、だるいホヒーだな。ダイマ切るか。突っ込んでいいや。オッケー、相手引いてない。初手ダイマしたくないけど、受かんない場合しょうがないよな。初手ダイマ絶対弱いと思うんだけど。これしかないんだったら致し方なしで、水流連打だよねおそらく。感知か、水流連打か。タスキじゃないでしょ、タスキなのもしかして。タスキやめろ、まあ、仮にタスキだったとしてももうこれでオッケー、ウラオスぶっ飛ばして、ざま見ろ。だからこれをちゃんと裏の駒で受けられてたらきついんだけど、それだったらそれだったらで、大ウォール、大ジェットってもう一回打って、エアストラではめれるみたいな。だから強いんだろうね、トゲキスは。リザードン。そうですか。あー。
どうしようかな。いたずらにトゲキッスを捨てるべきではないんだけど、ただこうジェットジェットで突っ込んでくること考えると相手ダイマックスだよな。奮い立てるとかできないでしょ。ダイボールしちゃおう。ダイマターン、オッケー。枯らせるんだったらこっちの方が有利になる。でかくなって、ガオー。ほんと怪獣みたいなこのリザード、色のでも巨大リザードかっけえわ。これはダイマックスが完全に成功した形になるね。でラッキーに引くと、よいしょー、ダイジェット。どんぐらい入んの。あー、そんなもんなんだ。あ、すげえな、ラッキー。ハピより硬いよね多分。これでオッケー、弾か。そしたらまあ極円で切ってくるかなんかだと思うんだけど、ステロ巻きたいな。極円、まあこれが結構きついんだけど、引いたらステロ入るわけだから、ラッキーは裏の駒に対してはもう捨てながら行っていいかな。で、ミミッキューの影打ちとかで取れるようになるんじゃない？なんならここ、ブラストワン打ってくる。まあ産むけど、さすがに。文字か。耐えるでしょ。そうだよね。オッケー、リザードンこれで削れてく。で、リザードンが赤ゲージ、じゃあ半分まで粘れば、ステロで死ぬようになるから、オッケーで。あと何ターン？極円。極円ターンラッキーで吸い切っちゃおう。まあ相手多分引くか。リザステンなら引かないけど、どっちかな。まあでも引くんだったらもうなんかほぼ捨てるようなもんだよね。暴風混乱狙いか。ちゃっかりと当てていて、だから玉ダメでそうリザが削れてくから、ミミックで切り返せるようになるでしょ。できればこの打ち合いラッキーで勝ちたいな。うん、まあでも一生ここは海連打でいいか。できれば引いてほしいんだけどな。ここまで削れたら、オッケー！ミミッキュの駆け打ち圏内。で、ルカリオ。まあ、だからあとこいつを、ぶっ飛ばせばいい感じだね。で、メガ進化しないから、バレパンも怖くないんだよな。ここ投げていいや。戦術的にルカリオが結構きつかった。たんだけど、インファー、はいはい。え、耐えんのお前、えぐラッキー、えぐ。これ耐えるんだ。投げちゃうよ。んー、これで、ま、ラッキー捨てていいでしょ。 B2 段階下がったから、はいはいはい。どうするのがいいんだろうな。トゲキッスから行くべきか。で、いや、スラッシュ。引かれても、ミミッキュ裏に残しとく方が強そうみたいな感じがある。まあ、B2 段階下がってるから、これは楽勝で。うん、なんか複数回展開できるな、トゲキッスと受け駒みたいなノリが。トゲキッスがやっぱなんか回復ソースも持ってて、まあでも残飯とかないでちょっと回復量が寂しすぎるけど。オッケー、ステロ4倍が美味しい。
モンジワンチャン耐えないか。まあでも弾ダメ入って影打ち圏内に入るかな。うん、これだったら待ってない影打ちでも飛ぶから、ミミッキュで。あー、これすげえなんか使いやすいわ、この感じ。まあそれは負ける試合も結構あるけど、なんか割と嫌いじゃない試合展開ができてる。オッケー。じゃあチャンネル登録頼みます。おっつ。